本当に申し訳ない。これ以上は不可能だ。あとは君たちに任せる。ある日、出勤した俺はそんな置き手紙を見つける。それを書いたのは社長だった。会社の経営状況が芳しくないことは知っていたが、まさか社長が突然消えてしまうとは、全く予想外の事態。だがこの後、事態はとんでもない方向に進んでしまう。ここはホームレスの炊き出しではありませんが？俺は榎本健二。年齢は50歳のいわゆる中年で、妻とは結婚して20年になる。残念ながら子供には恵まれなかった。だが俺はそれでも妻と二人で穏やかな人生を送れたらいいと思っている。ある事件が起こるまでは俺は必ずそうなると思っていた。それほどまでに俺の人生は平凡で、事件とは無縁のものだったのだ。俺は高校を卒業した後、今の会社に勤め始めた。給料もそれなり、人間関係も順調ではあったのだが、そんな穏やかな日々は、先代の社長が急逝し、2代目の社長が就任したことで一変する。大丈夫だろうか。正直、俺も含めた従業員のみんなは不安視していた。彼はそれまでもうちの会社で働いてはいたのだが、お世辞にも才覚があるとは思えなかったのだ。予想通り、会社の経営は猛烈な勢いで悪化した。2代目の社長は現場のことを全く考えずに仕事を受けたからだ。納品の遅れ、急いで制作したことによるチェックミス、それらが重なりに重なり合い、経営は悪化の一途をたどってしまう。クレームの数はどんどん増えていったし、取引先との関係も猛烈な勢いで解消された。どれだけ営業部が残業を重ねても、それは解決できず、むしろ過労で倒れる人間が急増する悪循環。会社は瞬く間に負のスパイラルに取り込まれてしまった。嘘だろ。そしてある時、最悪の事態が発生してしまう。会社は夜逃げし、完全なもぬけの殻となっていたのだ。机もパソコンも何もかも、最初から存在していなかったかのように会社から消えていた。なんてこった。そんな。こうして俺は無職となってしまった。退職金なんてもちろんない。まさかこの年で、しかも唐突に無職になるとは予想もできなかった。俺はてっきりこのまま平凡な人生を送っていくとばかり思っていたのに。あらら、それは大変ね。肝っ玉の強い妻はそんな風に言っているが、俺は内心気が気ではない。俺は今や50代だから、再就職先はそう簡単には見つからないだろう。その事実が重く心に押しかかる。まあ大丈夫でしょ。貯金はちゃんとあるし、私だってパートをやっているんだから。妻の言葉は実に心強かった。だがいつまでも甘えているわけにはいかない。こうして俺は再就職活動を始めたのだが、ハローワークに行っても結果は芳しくなかった。どれだけ会社を紹介されても、面接にさえたどり着くことができないありさま。俺にはいわゆるお祈りばかりが届いた。そりゃあ若い子がおかしくなるわけだ。俺だって若い頃には
不採用を繰り返して落ち込んだことはある。だがこの年になってそれを再体験するとは思わなかったし、今は昔のような電話や郵送ではなく、メール一本で採用か不採用が決まるのだ。就職活動でおかしくなる若者が頻発するのも無理はないと思う。これが最後の会社か。最後に残されたのは中堅の建設会社。俺は自分の経験を活かせると思ったのだが、ここも受からなかったらひとまずつなぎのアルバイトでもしよう。俺はそんな風に考えながら面接会場に向かった。大丈夫ですか？その道中、俺はすぐ前を歩いていた女性が突然倒れ込むのを見た。年齢は70歳前後だろうか。俺は慌てて彼女に駆け寄る。お恥ずかしい限りです。私ったらどうにもどんくさくて。とんでもない。お怪我は？それは大丈夫です。ふと俺はすでに個人の母親の面影を彼女に見た。だからなのかわからないが、俺はどうぞと上着をかけてしまう。あら、いいんですか？俺はうなずきを送ったが、同時にあることにも気づいた。急がないと面接に遅れてしまうではないか。すみません、急ぎの用がありますので。そして面接先に向かったわけだが、俺は今やひどいありさまだ。上着は失っているし、駆け寄った時に跳ねた泥で体中が汚れている。正直、これで面接を受けるのは無理筋だろう。事情を説明するしかないか。ただ、今更引き返すわけにはいかない。そう思って、面接に向かったわけだが。ここはホームレスの炊き出しではありませんが。現実は残酷だった。俺の姿を見るなり、面接官は辛辣な言葉を浴びせてくる。そして浴びせられた視線は、まるで汚物か何かを見るようなもの。いや、これには理由が。50歳にもなって職探しをする人間ですからね。高望みはしてませんでしたが、さすがに限度はありますよ。面接官は露骨な剣を俺に浴びせてきた。俺と同じ空気を吸うことすら嫌な様子だった。たく、誰だよ。こんなクソみたいなおっさんを通すなんてさ。しかし、そちらの募集要項には年齢も学歴も不問と。あのね、そんなの建前に決まってるでしょ。それを信じるバカがこのご時世にいるなんてね。面接官はそれにその格好、一体何かの冗談なの？と続ける。彼は30代だろうが、年上の俺にも全く容赦がない。ここまで辛辣な言葉を浴びせられたのは久しぶり。いや、50年生きてきて初めてかもしれないと思う。確かに社会に出れば年下が上司になることだって多い。しかしこれは明らかに一線を越えている。会社の中でこんなことを言ったらパワハラとして訴えられたり告発されるに違いない。確かに2代目社長はどうしようもない人だったが、同時にそのあたりをしっかりわきまえていた。年下の人間に対しても礼節を持って接していたし、見下すようなことは決してなかった。だからこそ、夜逃げを目の当たりにしても、俺は怒ったり恨んだりしなかったのだ。今日の面接、ダメだったの？帰宅後、妻はそんな風に聞いてきた。結論から言うと、答えはイエスだ。
むしろ何かの間違いで採用されても到底行く気にはなれなかった。あんな会社こっちからごめんである。もういろいろと嫌になっちゃってさ、もういいですと言って帰ってしまった。あらあら。俺は我慢に我慢を重ねた。だが面接官の前職はどんなクソ会社だったのよという言葉だけは許せなかった。その言葉を受けるや否や怒りが爆発してしまった。また職案に行かないとな。俺は大きなため息をついてしまう。こうなったらアルバイトでもするしかないだろう。妻が、あれ？上着は？と言ったのはまさにその時だ。ああ！この瞬間、俺は道中で何があったのかを思い出した。そして妻に対し一部始終を語る。なるほどね。正しいことをしたと思うわよ。俺から詳細を聞いた妻は嬉しそうに笑ってくれた。面接官から受けた屈辱は忘れられないが、妻の笑顔は俺の心を癒してくれた。妻と結婚して本当に良かったと思う。数日後、妻はある人物を家に招いた。え？あなたは？そこにいたのは俺が先日上着を貸した女性だった。なぜここに？この人上着を返したいって。俺は、いやそうじゃなくてと首を横に振る。どうしてうちが分かったんだ？俺この人に名前も住所も教えていないのに。それはね、話を聞いてみると女性はスーパーの常連らしい。新山さんという名前で妻とはよくおしゃべりをしたり、時には喫茶店に行ったりするという。今回も例に漏れず発端は喫茶店だった。先日転びそうになった時助けてくれた人から上着を預かった。だがどこの誰か全くわからない。そんな話題が出たという。妻はあっと思ったそうだ。俺が話した内容と寸分たがわぬその内容、それに気づいた妻は新山さんを連れて一緒に帰ってきたというわけだ。こんなことあるんですね。俺は半分困惑半分驚いていた。だが予想外の事態はまだまだ続く。実は外に待たせているものがおりまして。待たせているもの？直後一人の男性が入ってきた。俺はその姿を見てあっと声を上げてしまう。現れたのは先日の面接官ではないか。申し訳ございません。面接官は俺の顔を見るなり顔面蒼白の状態で謝罪する。先日の横暴ぶりからはまるで想像もできないありさまだった。一体どういう？俺がますます困惑する一方、新山さんは私の愚足ですと苦々しく言い放った。え？面接でのもろもろもお聞きしました。まったく恥ずかしい限り。取り急ぎこうやってお詫びに伺わせていただきました次第です。深々と頭を下げる新山さん。俺は気まずくなってやめてくださいよと訴えた。大丈夫ですから本当に。この後新山さんはもう一度面接を受けてはくれないかと提案してきた。何でも新山さんのご主人こと社長がぜひにと言っているそうだ。実を言うと主人としてはいずれにしても再度連絡するつもりではいたそうです。なぜです？
履歴書を見たとき、実に興味深いことが書かれていたそうですので。初めて知ったことだが、社長は俺の前職の先代社長から世話になったそうだ。そのあたりの事情も踏まえて息子から詳細を聞いたが、ろくに面接もしないまま追い返した事実を知り激怒、息子を激しく叱責したという。主人はあなたを高く買っています。あのようなことがあったのは理解していますが、どうか。わかりました。ここまで言われたら俺としては首を縦に振るほかない。本当にありがたかったし、俺は本当に救われたような気持ちにもなった。半年後、無事転職を果たした俺は新しい環境でのびのびと働いていた。そこまでは期待していなかったが、給料も上がったし、役職もちゃんと用意された。俺が今までしてきたことは全く無駄にはならなかったわけだ。こんな幸運はめったにないんだ。頑張ろう。そんな風に思いながら、俺は今日も職務に励んでいる。俺のことを高く買ってくれた新山さんの期待を裏切らないように。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。